今配信のためにねお母さんたちがここにいなく、ここからいなくなったので、たまに泣きますよいしょ。誕生日の服を着とるんやろ。一人でもね、いなくなるとこうなるんですよ。おーおーおー、あ、出てった。こんばんは。じゃあこれを溶かします。誰だ、赤色サンタさん、ありがたわー、2日連続ありがたわーです。マジスカさん、ありがたわー、犬に立てましたかありがたわー、めっちゃクンクン言う、言わないクンクン言わないでくれる、ここにいるんだから私が。ちょっとね、暗いんよ、ここが。こんばんは。くんって言わないで。うわ。22歳になりました。ありがとうございます。誰？あら、竹まつるさん。ありがたわー。とはのお礼は昨日の分もまとめて後日お礼させていただきます。おやついるかな、君たちもおやついるかな、おいで。来ない、危ない危ない危ない、名前呼びそうやつ。この前は犬の誕生日だったんですけど、今日は私の誕生日です。よし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 、こんばんは。来ました。ほら、僕ちゃんたちも。犬たちがね。へいへいへい。あら、ナーラブさん、ありがとうわー、2日連続ありがとうございます。ありがとうわー。そう、ケーキもね、お母さんたちが、あ、これはお姉ちゃんが買ってくれたらしいです。すいませんけど、じゃーん。え、ちょっと22は見えづらいんですが、倒したくないの。マカロンケーキ、かわいいマカロンケーキ。どう？チャララン。マカロン。
うしたどうした、ペロリカロケー、よいしょ、だだ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 だ、マカロンは食べようかな。僕ちゃんはここに来たらいいんじゃない、よいしょよいしょ、ケーキ落とさないですよ。そう、今日はねレッスンお仕事があって、でその時にメンバーがいる、運んでくれました、運んでケーキを持ってきてくれました。私がねもう秒でレッスンから帰ろうとしよったけん、その瞬間にして帰らせまいとして、ケーキ持ってきて、そっちは生チョコケーキでした。今の今見せたケーキは家族からのケーキ。そう、サラピって書かれないところが家族ですね家族からの誕生日ケーキにサラピって書かれたくない。覗いてきます。今はもうね家族を探してるんですよ。さあ、夜は肉食べてきました。なんかさ、服も服ね、洋服を着るの嫌がるんですよ。洋服着せられたらおとなしくなるよ。じゃあマカロンでも食べちゃおうかな。それではいただきます。うん？うんうん。うん、探してる、待ってます。そなので今日はおとなしいです。服を着てるので嫌でね、おとなしいんですよ。そう、22歳、もうさすがにいろいろと昨日の配信からなっちゃったね、胸キュア来てくれて、それも含め全てで誕生日は実感はしましたよ、さすがにね、さすがに実感しました。そう、うわ、ここにおやつがあるけん狙ってます。
待ってるんですよ。うわこの顔。つまらなさそうな顔をしています。22歳。まあね、昨日話した通りなんで、今日は昨日はね深夜だったので22歳になりましたよということで。いじけてます。そう、あ、そう、生誕祭もね決まったので、あの3月16日土曜日県民文化センターでチャートリ公園でひなさんと昼夜で、楽しみです。チャートリで嬉しい。ぜひ皆さん見に来てください。ほぼ1ヶ月後ですけど、はい、初のブルーライブ以外お待ちしてます。ぜひ予定をこじ開けて、年に1回なので予定をこじ開けて来ていただければなと思います。くどい。そう、ブルーライブはね、あの平坦で結構みんな後ろの方に行ったファンの人が見えないってなってたけど、すごい傾斜なので見えます、絶対に。よいしょっと。なるべさん、エビ様さん、ケーキー、そうちゃん、まさひろさん、ピルシさん、ケーキー、おいでます元気さん、ともゆきさん、なにこれ、ニット、ゆうきさん、ケーキー、だいぐさん、やじうまさん、なにこれ、あったか配信、タカヒーロータカさん、なんか編み物、カズさん、ケーキー、ありがとうございます。そんな顔をしないで、私がいるんだから。ナラブさん、ケーキーありがとうございます。もう一匹はおとなしく座ってます、ここに。ヤスベさん、ケーキーありがとうございます。そのからまた歌でもね、今ちょっとね、今フォークなくって、うん、まさひろさん、ケーキありがとうございます。そう、探してます。多分服脱ぐ、そんなに嫌なら、そんなに嫌なら服脱ぐか、服脱がせてやろうか、服を脱がせてやるよ、そんなに嫌なら。みんみんさん、ケーキ、くまねパパさん、ケーキ、ピルシさん、ケーキありがとうございます。洋服を脱がしてやろうか。ちょっと待って。誕生日の服を着てくれたんじゃないんですか。あ、でもこっちのね、こっちの子はね、服脱がせきらんのよ、難しい。なんでそんなありがそうな顔するの。これね、一応ね、誕生日の柄になっとるね、ほら、誕生日ケーキがプリントされてるんですよ。これちょっと難しい、君のはね、君はちょっと難かった、わからない。見たこれ、空が前にいた。
ているな。よいよ。そう、違う方。お母さんたちを探しています、今は。そんなね。そうね、メンバーも連絡してくれてありがたいです。もうちょっとあの LINE のねギフトを、ここにいるけど LINE のギフトをね期限切れにしないように気をつけないと。あれ結構期限切れになりがち。忘れていたら意外とね3ヶ月ぐらいで期限が切れるけん。あ、待って。そういうことか。お腹、あ、待って、お腹すいとるんだ。ワンたちはお腹がすいているんだ。そういうことか。ドタバタしていて。そう、夜の夜は食べさせたらしい。食べたらしいです。てか配信見らんで、配信見らんで。あ、皆さんに言ってません。なんだ、食べたんだって。じゃあただ食い地が張ってるだけでした。食い地張り切りでした。なんだ。そう、メンバーね連絡してくれて、あのギフトをね、 LINE のギフトって結構LINE のギフトって結構期限切らせがちなので、そう、マイキューさんとか、マイキューさんとか送ってくれたんですよ。マヒナさんとかLINE ギフト送ってくれたので、私はスタバの何券、スタバのチケットとかちょっとギフトでもらったやつ、3ヶ月以内にスタバとか意外と行かずに期限切れがちなので、ちょっと期限が切れないように3ヶ月以内にギフト券使いたいと思います。でも結構さまざまでした。スタバこういう時はスタバが王道になるけど、でもマヒナさんはゴディバくれましたでマイキューさんはなんかなんて書いてたか、あのサラピにスタバを送るとスタバかってなりそうなので、多分サラがカフェいろいろ行き過ぎてるけどさ、あえてローソンのギフトですって言って実用的なローソンギフト券くれました、うん、カズポさん、オッツさん、ワーバブさん、ヨナナゴライダーさん、あら、リオツン、ありがとう。そう、リオツンは連絡先はまだ持ってないのでX の DM で連絡くれてありがとうございますありがとうございますとか言って、ありがとう。そう、そう、カフェに行きまくってるけんスタバじゃ足りん女だと思われた。
そんな辛い顔する？食いしん坊が来ました。誕生日を実感しましたね。そうレッスンはあの福岡のフェスのレッスンやったんやけど、そうなんかサラが帰ろうとしてレッスン場からの部屋から出ようとしたら、パセリがなんか急にサラちゃんあの〇〇の曲確認するみたいな言ってきて、パセリが意見えサラ普通にえ大丈夫って言って帰ろうとして、そう荷物を片付けて帰ろうとしよったんよ。そう帰ろうとしとったらなんかえそうそしたらね、でなんか誰も帰らんなと思って、そしたらさあの浜田響ちゃん3期の浜田響ちゃんがなんかあのみたいな、さっきの動画私が噛んじゃったんで撮り直すらしいですって言われて、あオッケーって言って部屋入ったらなんか誰も撮り直す素振りなくて、なんだこの時間と思ってそうパッと見たらなんかレッスン場のちょっと部屋隠すカーテンみたいなのをなんか閉められよってそこであそういうことと思って、そこそこそあからさまに普段閉めんカーテンを閉め始めて、マネージャーさんとサイカリンたちが、そうでパセリが携帯で音楽を流しながらそう携帯で流しながらさやかりんがケーキ持ってきてくれました。そうしかもなんかそのちょっと前にさやかりんがそう今日誕生日の仕事なのにケーキないじゃんってないねって私に言ってきて、そうやけんさらがまあレッスンだからねみたいな感じで言っとったけん、さやかりんにあれは演技だったのかって言ったら、その時はさやかにも知らんかったらしいそう多分後からマネージャーさんに言われたっぽいです。やけんパセリン夜勤確認するって言ってきたんって言ったら、そうだよって言われた、うん、そうですよ。まあね、生誕祭も無事に誕生日には決まりましたので良かったです。3月16日お待ちしてます。すけさんケーキありがとうございます。そんな顔しないでいつもの元気はどこに行ったの？服脱ぎたい？でもちょっと脱がすか、思うから。服が嫌だよね。こっち取ってあげましょうか。あーそんな顔痛い。まあでも疲れてると眠たいよね。サラも眠たい今日は。もう今日はもう眠たい。そう昨日ね、あもう巻き取れとるわ。昨日ムネキがくれた新しいアイロンで
髪巻きましたし、ね、おとなしいね。なっちゃんがくれたクレンジングで昨日は洗顔しました。そうしましたよ。おいしょ。ドアイマスクはまだ使ってませんが、読売巨人軍さん、クラッカーありがとうございます。そうふざけた、なんかふざけたものくれるんかなと思ったらガチで実用的なプレゼントをくれました。なんちゃびちゃん、そう鍋ゆきとオールしてないよ。そうお互いね今日仕事はあるんだったのでさすがにね、そんな元気じゃありません。もう22歳なんでそこまでの元気はありません。あ、うん、ヤンマンさん、あらヤジウマさんありがとう、ほらありがとうって言ってください。ありがとうってなんか体熱っ。ヤジウマさんありがとう、昨日の分とね今日の分とタワーくれた方々またお礼させていただきますのでありがとうございます。本当にたくさんありがとうございますね。カメラは分からないからね、本当にもう今年の誕生日はたくさんの方に祝っていただきまして、ワンたちにも来てもらって、美味しいご飯も食べてケーキも食べました。友達からもメンバーからも連絡をいただいてありがたいでございます。22歳の1年もよろしくお願いしますね。そしてもさ、今日めっちゃ眠い。めっちゃ眠い。いい誕生日になりました。昨日のカウントダウン配信からみんなのね、祝っていただきましたので。おかげさまで良き一年になりそうです。福田さんがね LINE してくれて、誕生日ので、なんか良い一年になりますようにみたいなさ文章ってさよくあるやん。誕生日おめでとう、今年も丸丸ちゃんにとって良い一年になりますようにみたいなのあるけど、福田さんがいい一年になるよって送ってくれて、あーその言葉新しいと思って、そうシンプルに、ああその言葉新しくて良いなと思って、いい1年になるよって送ってくれて、そうなりますようにじゃないのいいですねって送ってしまったそう、そう予言してくれました。しかもなんか福田さんが言ってくれたらさ、なんかそうなりそうじゃない。福田さんの言葉なんか力がある。力があります。そうみんなも使って、私じゃなくて、私に使ったら福田さんの真似してんなってわかるけど、そう、あらゆうちゃんありがとう、あ待ってこれ動物のタワーってこと、あそういうわけじゃない、ほらありがとう、君の誕生日も祝ってくれたんだからね、ね
ゆうちゃんありがとう、ね、本当にありがとうございます。本当にやっていただき感謝でございます。うん、ありがとうございます。1年でね、一番多分明けましておめでとう以上におめでとうを言われる1年なんでね、あ、1年じゃない1日なんでね、誕生日は。ありがとうございます。まあありがとうございますです。ケーキね、はい、どうぞ行ってください。いいよ。はははははは。22日。ちょっと影暗いんやな、ここ。溶けるかな、これちょっと早速冷蔵庫入れた方がいいかな。ちょっと今食べたいんやけどね。確かにケーキとさ写真撮ってない。確かにケーキと写真撮ってないわ。ケーキの写真は撮ったんやけど、ケーキと写真撮るの忘れとった。忘れて食べちゃった。あはは、ははは。危ないよ、降りないでね。私としたことが危ないから降りないで。降りたいなら持ちます。いやでもこれはね、多分ね、まだどうにかなる。まだ新しいかのようにごまかすことが、できます。どう、あ、こいつ高校見たら、前から見たら新しいでしょ。前から見ればまだ新しい。うわっ、バカ、指が刺さった。もうそろそろ諦めてちょうだい。君も映りたいのか、膝の上に来たということは映りたいのか。うーん、あ、舐めた今。ペロじゃないよ。空気を、変顔みたいになる。危ない、危なーい。はい、危なかったー。あら、伝一さんありがとう。ほら、ありがとうって。今日この人、このワンの誕生日じゃん。伝一さんありがとう。
もう目線をね見てくれないので。ありがとう。よし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 。そう、アリちゃんがね、アフタヌーンティー行こうねって言ってくれた。誕生日プレゼント何がいいって言われて、本当に欲しいものがもうさ、分からんくて、そう、なんか、そう、本当に分からんくて、みたいな。で、前からね、普通に、アフタヌーンティーとかカフェとか、普通にもういろんなとこ出かけようって話しとったけん、そしたらアリちゃんが、アフタヌーンティー行きましょうやって、昨日、おめでとう LINE とともに来た。嬉しい、楽しみ。本当にね、メンバーとはいろいろお出かけしたいと思います。22歳もやっぱね、若いうちに行けるところにね、いっぱい行って元気なね、体で多少寝不足でも張り切って楽しんでいきたいと思います。誕生日おめでとう、皆さんありがとうございます。ツイートもね見てます。なんかマカロン準備してくれたりとか、チェキとかね並べてくれたりとか、過去の画像引っ張ってきてくれたりとか、ありがとうございます。吉田沙羅生誕祭2024見ております、ありがとうございます。あ、工藤もツイートしてくれとる、ありがとうね。ツインテールしようとか、返信しとこ、忘れそうだか、うわ、ありがとうございます。22歳やけんかな22歳やけんツインテールしようってことなんかな。高めっていうのはちょっとハードル高いな。工藤とサイカリンは同い年です。工藤はまだね誕生日迎えてないですけど、私の生誕祭でツインテールすること絶対にありません。そわそわして何の言葉も出てこんくなってしまうのでね。それじゃあ、昨日もたくさん祝っていただき、昨日というか今日か、ありがとうございました。この配信はそろそろ終わりにしたいと思います。22歳、またファンクラブに動画だったり、ブログとか出す、なんか、まあ、あとメールもね送ろうと思いますが、22歳、一歩十歩百歩前進の1年にということで、ちょっとねもうゆっくりしてられないので、駆け足で、ちょっと急ぎ足で、グループの中で、私の人生としての駆け足ではないのでご安心してください。今のところ、はい、あのちゃんとね前進を、アイドルとして STU の吉田沙羅としての前進として、前進としてっておかしいね言葉、前進できますよう頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
それではランキングを読みたいと思います。48位ひなたさん、24位ともいくさん、13位あだちさん、12位すけさん、11位まさひろさん、10位みみんさん、9位花火師さん、8位ピロシさん、7位でんいちさん、6位まじすかさん、5位竹まつるさん、4位赤色サンタさん、3位やじうまさん、2位ゆうちゃん、1位ならぶさん、ありがとうございました。本当にカウントダウン配信と今とどっちもタワーくれた方もね、タワーくれた方どっちか片方タワーくれた方もありがとうございました。お礼は後にさせていただきます。ちょっとおいでおいで、ちょっと配信終わるからおいで、おやつあげるから。おやついるかな、おやつで釣る、おやついるかな、あ、おやついるかな。はい、じゃあ終わりますよ。はい、ここに座ってください。お座り、ここに座ってください。はい、お座り、あ、お座り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 、あ、ちょっと元気になったんじゃない？待て、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 バイバーイ。え、ほら、ここだよ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 。バイバーイ。ドドドドド。ありがとうございました。22歳もよろしくお願いします。はい。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。22。そっちばっかり見ない。バイバーイ。ありがとうございました。